2024年も9月に入りましたが、中国の製造業活動は6ヶ月連続で縮小し、工場の出荷価格は14ヶ月ぶりの低水準にまで下がっています。他の多くのデータも、中国経済の改善が見られず、引き続き苦境に立たされていることを示しています。中国の野菜価格はこのところ上昇を続け、 過去10年間で同時期の最高値に達しています上海のネットユーザーは白菜の値段が高すぎてもう食べられない葉物野菜は豚肉よりも高い日・日に価格が変わりまるで贅沢品のようだと述べました北京・上海四川省山東省では野菜の価格が倍になり地元のネットユーザーは以前は自分へのご褒美に肉を食べることだったが 今後は野菜を食べることがご褒美になると嘆いています中国では8月の消費者物価指数が半年来の最高水準に達しましたこの上昇は主に天候による食品価格の上昇が原因であり生産者物価のデフレ悪化や国内需要の回復が原因ではありませんでした中国国家統計局が9月9日に発表したデータによると 8月の CPI は前年同期比で0.6%上昇しました。今年の夏、大洪水や猛暑などの極端な天候が農産物の価格を押し上げたため、インフレを加速しました。中国の関西メディアの報道によると、2024年8月、中国ではさまざまな自然災害により、145.57万ヘクタールの農作物が被害を受け、 直接的な経済損失は424.8億人民元に達しました。中国国家統計局の東里健首席統計士は8月は高温タウなどの天候の影響で全国の消費者物価指数が前月比で季節的に上昇し前年同月比での上昇幅が引き続き拡大したと述べました。8月の食品価格は前月から2.8%上昇しました。 非食品類商品の価格は0.2%上昇しましたが7月の0.7%を下回る結果となりましたしかしながら物価が上昇しているのは景気が良くなっているからではありませんそれどころか多くのデータが示すように中国経済は低迷を続けています上海拠点の金融情報サービス大手 ウィンドインフォメーションのデータによると2024年上半期中国の上場証券会社43社の投資銀行業務からの手数料収入は41%減少しましたまた証券業界のメディア証券中国によると今年上半期の資金調達規模は IPO もリファイナンス案件も前年同期比で60%以上減少しエクイティによる資金調達の総額は 前年同期比で74%減少しました株安債券高という状況は株式投資業務を主とする証券会社の業績を惨憺たるものにしていますコストを差し引けば一部の証券会社では投資銀行ビジネスが赤字に転落していますウィンドインフォメーションのデータによると17社の上場証券会社の投資銀行業務の純利益はマイナスでそのうち チャイナインターナショナルキャピタルは7.84億元の赤字を記録し首位に立ちましたカーン証券、三生証券、長江証券、中心キャピタルを含む7社は投資銀行業務で5000万元以上の損失を計上しています2024年上半期中国の上場不動産企業の業績も引き続き低迷しています統計によると 100社以上の上場不動産企業の純利益は前年同期比で80%減少しました。中国の民間不動産調査大手チャイナインデックスアカデミーのモニタリングデータによると2024年上半期 A 株及び H 株に上場している105社の不動産企業の営業収益は前年同期比で13%減少し純利益は82%減少しました。 A 株は中国本土で設立された企業によって発行され、深圳または上海に上場されています。一方、H 株は香港に上場され、海外投資家がより自由に取引することができ、国際的な会計・財務報告基準に従っています。中国を拠点とする証券会社である、天風セキュリティズの統計によると、上半期の A 株上場不動産企業113社のうち、大型企業7社、 中堅企業28社、小企業78社のいずれも営業収益は、前年同期比で21%減少し、親会社に帰属する純利益は、290%減少しました。天風セキュリティズのリサーチレポートでは、不動産業界の売上高と利益の減少は、全体的な販売不振と住宅価格の下落が重なり、短期的には販売圧力がしばらく続くと予測されています。<music> 8月のコアインフレ率、つまり食料品とエネルギー価格の変動を除いた物価の変動率は0.3%で、過去3年半ぶりの最低水準となりました。この値は7月の0.4%を下回っています。消費者物価指数は前月比0.4%上昇しましたが、上昇率は前月から0.1ポイント減少しました。 一方、8月の中国の生産者物価指数、つまり生産者が出荷した製品や原材料などの販売価格の変動を調査、算出した経済指標は、前年比で1.8%減少し、4ヶ月ぶりに最大の減少幅を記録しました。このデータは7月の0.8%の減少よりも悪化しています。キャピタルエコノミクスのアシスタントエコノミスト、ガブリエル・ウン氏は、財政支出の増加は、 今後数ヶ月の内需を押しかし政府の政策は依然として投資を優先しておりこれは問題をさらに悪化させインフレの重しとなり続けるだろうと述べました中国の経済活動の減速により世界中の証券会社は2024年の中国経済成長率予測を下方に修正し中国当局が設定した約5%の公式目標を下回っています 多くのの海外のネットユーザーザは、中国経済の現況がすでに非常に懸念されるものであるにもかかわらず中国当局は外部からの善意のアドバイスを受け入れずむしろ金をばらまき続けていると指摘しました中国人民大学の金三英教授はかつてある動画で次のような事実を明かしましたアフリカ諸国の指導者の多くは中国に来る目的が特になく北京を見物し遊び 美味しいものを食べるために中国に駆けつけけつるだけだ中国側に一つの中国政策を断固支持する。台湾は中国の不可分の一部だということを言えば、すぐに手を差し出してお金を求める。清河大学の統計では、この原則を維持するために、中国は毎年300億元を費やしている。9月5日に開催された中国・アフリカ協力フォーラムサミットの開幕式で。 習近平氏は現代化への重大パートナーシップ行動計画を発表しました。そのうち2番目の貿易パートナーシップ行動計画では、アフリカ33カ国を含む中国と国交を樹立した後発開発と上国100%の関税ゼロ待遇を提供することを一方的に決定しました。また今後3年間で 中国政府は3600億元の資金支援を提供する用意があると約束しました。これに対し、あるネットユーザーは、海外では一帯一路で金を振る舞い、体内では地方の財政を賄うために地方政府の資産を売却しており、さらに民間企業や国民をニラとして買っているとまとめました。